こんにちは、佐賀新聞ニュース S です。まずはサガン鳥栖のコーナーです。ゴールキーパーの権田修一選手が2年半ぶり8度目の日本代表に選ばれました。鳥栖の選手が日本代表に選ばれるのは2016年のゴールキーパー林明宏選手以来です。今シーズン鳥栖に加入し、ここまでリーグ戦32試合に出場しています。権田選手は、2年半支えてくれた家族をはじめ皆さんに心から感謝している、その感謝の気持ちをパワーに変えて日本のために戦うとコメントしました。またディフェンダーのチョン・スンヒョン選手が10月に続き韓国代表メンバーに選ばれました。チョン・スンヒョン選手は6月に鳥栖に加入、センターバックとしてここまでリーグ戦15試合に出場しています。チョン・スンヒョン選手は、最善を尽くしていい結果を持って帰れるよう頑張るとコメントしました。さて、先月26日、鳥栖は今シーズンのホーム最終戦でジュビロ磐田と対戦しました。鳥栖は前半開始直後、クリアミスからオウンゴールで失点。前半18分には、この日久しぶりに先発したフォワード豊田洋平選手がヘディングでゴールを狙いましたが、得点には結びつきませんでした。1点を追う後半も積極的に攻撃を仕掛けました。しかし後半11分に追加点を許して0対2。その後はフォワード田川恭介選手やミッドフィルダー水野幸喜選手を投入して攻めましたが、最後まで得点できずに敗れました。今シーズン13勝のうち11勝を挙げた相性のいいホームでの連戦。選手たちは今シーズン2度目の連勝を目指しましたが、リーグ最少失点を誇る磐田の守りを崩すことはできませんでした。通算成績は13勝8分け12敗の勝ち点47で8位。勝ちこそ逃したものの、1試合を残して10位ガンバ大阪との勝ち点差が5となったため、3年ぶりの一桁順位が確定しました。試合終了後のセレモニーでは、サガンドリームスの竹原実社長が来シーズンのスローガンをいただきとすることを発表。タイトルに向かって進んでいくと力強く宣言しました。2日のリーグ最終戦はアウェーでコンサドーレ札幌と対戦します。前回のホーム戦では1対0で鳥栖が完封勝ちを収めました。しかしここ5試合は助っ人外国人選手らの活躍で4勝1敗と好調を維持しています。札幌の好調な攻撃陣をしっかりと抑え、白星で今シーズンを終えてもらいたいところです。札幌戦は北海道札幌市の札幌ドームで2日午後2時キックオフです。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。今シーズン3勝目を挙げました。日本ハンドボールリーグが先月25日にあり、男子のトヨタ紡織九州は宮城県のトヨタ自動車東日本と対戦しました。トヨタ紡織九州は前半連続失点で一時は6点差までリードを許しました。しかし相手の反則で優位に立つと5連続得点を挙げて追いつき、14対14で前半を折り返しました。後半は開始早々に連続得点で先行。ゴールキーパー岩下裕太選手の好セーブでリズムをつかむと、27対24で相手の猛追を振り切り、今シーズン3勝目を挙げました。この日の岩下選手はシュート阻止率が4割を超え、リーグ平均を大幅に上回りました。チームが目標とする1試合25失点以下を3試合連続で達成し、勝利に大きく貢献しました。トヨタ紡織九州は2日午後2時から沖縄県の宜野湾市立体育館で琉球コラソンと対戦します。その他のスポーツの話題です。サッカー J2 ファジアーノ岡山への加入が内定している佐賀大学4年生のミッドフィルダー松本健太郎選手の加入会見が行われました。九州電力玄海原発の再稼働は2月以降になる見通しです。九州電力が来年1月上旬を目指していた
玄海原発3号機の再稼働について2月以降に遅らせる方向で調整していることが分かりました。神戸製鋼所の製品データ改ざん問題で調査が必要になったためです。3号機と同時に審査に合格した4号機は来年3月の再稼働を計画していましたが、連動して遅れが出る可能性があります。九州電力は玄海原発の原子炉格納容器の鉄筋や重要施設の溶接材などに神戸製鋼所の製品が使用されていたことを確認しています。ただいずれも不正が確認された工場とは別の工場で製造されており、品質に問題はないとしています。秋篠宮妃の紀子さまが有田を訪問されました。秋篠宮妃の紀子さまは先月24日、オランダ王室のローレンティン妃とともに有田町の佐賀県窯業技術センターや九州陶磁文化館を視察されました。そこで江戸時代から日本とオランダを結んだ有田焼の歴史に触れられました。佐賀県窯業技術センターでは有田町に滞在して創作活動を続けるデザイナーの有木バンデクルイスさんとヘレン・フリックさんの作品を鑑賞、作り方や有田での暮らしぶりなどを尋ねられました。九州陶磁文化館では江戸時代にヨーロッパに輸出された有田焼の里帰り品が並ぶカンバラコレクションなどを鑑賞し、オランダ東インド会社のマークが描かれた皿などの解説に耳を傾けられました。このほか昨年の有田焼創業400年事業で海外デザイナーと窯元商社が開発した新ブランドや有田焼発祥の地泉山自石場を視察し、長崎市の出島表門橋の完成式典に向かわれました。秋芽のりの摘み取りが本番を迎えています。佐賀県沖の有明海で秋芽のりの摘み取りが本格化しています。例年より水温が低く一部で生育の遅れが見られるものの、色、味ともによく品質は上々ということです。漁業者は15シーズン連続日本一に向け夜を徹して作業に励んでいます。とろっとした柔らかさが特徴の初摘み海苔は高級品として重宝されます。作業は先月19日から順次始まっており、照明をつけた箱舟に乗り込んだ漁業者が黒々と育った海苔を手際よく摘み取っています。重大ニュースの投票が始まりました。佐賀新聞社は今年も県内重大ニュースを読者の投票で選びます。候補リストからニュース性が高いと思われる順に1位から10位までを選び応募してください。はがきと佐賀新聞社のウェブサイトから応募できます。締め切りは6日です。結果は29日に佐賀新聞紙面とウェブサイトで発表します。また29日から31日まで特別番組として佐賀県内のケーブルテレビで放送します。なお重大ニュースの候補はご覧の通りです。ここからは佐賀県内で行われたイベントなどをご覧ください。みやき町の峰西小学校の児童が味噌作りに挑戦しました。佐賀女子短期大学の学生が武雄温泉周辺を着物で散策しました。
ナルト部屋が玉島小の児童と相撲を取りました。山口知事が障害者と一緒に仕事を体験しました。ジュニア世代の選手が出場するテニスのアジア大会が行われました。ここからはお知らせです。最新のデジタル表現や技術を紹介するフロントライン2017が佐賀市の佐賀大学本庄キャンパスで開かれています。ゲームやアニメ、映画制作に使われるコンピューターグラフィックスやモーションキャプチャー、仮想現実の今を体験できます。期間中は第一線で活躍するクリエイターの講演もあります。フロントラインは3日までで入場は無料です。年末年始の事件事故の防止を目指した神崎安全安心隊の出動式が神崎警察署で開かれました。最後はその様子をご覧ください。それではまた来週。明るく住みよい街づくりのため隊員一同一丸となって街頭活動を強化し事件